日本のその悪い部分でいくと給料低いとか満員電車大変とかで、あの労働者であるとめっちゃきついんですけど、労働者を辞めて暮らせるようになると物価は安いし飯はうまいし治安はいいしっていうので、だからあの労働者以外の日本にいる人はめっちゃ幸せって。なるほど。ここら辺ですよ今幸せ自分で言ってる